皆さんこんにちは、太郎です。本日は8月24日水曜日、本日はですね、紅葉前の稲刈り4日目ということで頑張っていたんですけれども、今日もですね、たくさん乾燥間に合ってないもみ並んでおりますが、今日はですね、もみトップ、もみトップですね、あれがベルトが切れてね、排出できなくなったり、もみすり機のロールがすり減ってですね、もみが混入してこのように出荷を断念したものがあったりと、でそれでロール交換をしたりとですね、なんだか機械トラブルがたくさん起こる一日でありました。はい、他にもですね、もみ殻でこの乾燥機の裏の廃品だったというんですかね、それが詰まっていて乾燥を始めれなかったりとですね、なんだかいろいろある一日だったんですけれども、他にもありましたね。いやー、私の愛車サンバー、軽トラのサンバーがですね、なんとこの真夏のくっそ暑い時期なんですけれども、エアコンが効かなくなっちゃいました。はい、なんでなんですかね。ちょっとね、汚いのはご愛嬌ということで許してほしいんですけれども、これね、エンジン今かけておりますが、はい、無反応、風すら出ませんね。やめてほしいですよね。はい、もともとね、エアコンの機器悪かったんですけれども、曇ってればですね、効いてたんですよね。それがね、もう完全に、しかもなぜかエアコンのヒューズが飛ぶんですよね。サンバーってここにね、ヒューズボックスあるんですけれども、何なのかな、運転していてですね、何分間かはいけるんですよね。なのでこういう止まっている時とかも大丈夫です。ですけれども、運転して一時経つと、なんか振動でかな、バチンって消えるんですよね。なんでなんだろう、初めての症状で、もともとね、よくエアコンなんか電装品が壊れるとかね、よくあったんですけど、気にしてませんでしたが、エアコンもね、真夏さえ我慢すればと思ってたんですけれども、さすがに風も一切吹かなくなるとね、この窓を開けて走行はしてみるんですけれども、全くダメでしたね。窓を開けてもぬるい風が入ってくるだけで全然でした。そうですね、いっそのことだから、ちょっとヒューズを入れ替えてみましょうかね。それでは作業に移ります。はい、ちょっと見えづらいですが、こちらにヒューズボックスがあります。これね、もうめんどくさいので、バッテリーのマイナスは抜きませんが、はい、そこでこのね、マイナス抜かないとね、ダメだぞっていうのはね、今回はすみません、なしでお願いします。すみません、ちょっと私もめんどくさがりでですね、電装品触るときは本来ね、マイナス抜かないといけませんが、ちょっとカメラ持ちながらじゃ厳しいので一度撮ります。はい、撮りました。これですね、撮ったんですけれども、エアコンはですね、このように並んでおりまして、ヒューズがここ、下の左から3つ目がエアコンなんですけれども、はい、このようにですね、見えるかな、はい、こうすれば見えるかなね、切れちゃってますよね。これなんですよね、困った。これをですね、新しいヒューズに入れ替えていこうと思います。でね、ホームセンターで買っておりますので、こちらのヒューズを出して取り付けていきましょう。よいしょ、はい、こちらですね。ちょっとやっぱり映しなかなか難しいので、ここもちょっとワープさせていただきます。それではワープ。はい、す
みません。エアコンのヒューズが切れる瞬間をですね、運転しながら撮る予定だったんですけれども、またしてもモミトップがね、またしても止まってしまいました。ちょっと騒音注意ですがね。えいやー、このねモミトップちゃんね、今は無事動いてるんですけれども、この乾燥機の3号 AP2 と3号 AP なんですが、排出に負けちゃってですね、詰まっちゃって止まっちゃうんですよね。ちょっとね、また乾燥上がったゴミの排出をしてたら詰まっちゃって撮影どころではなくなってしまいました。申し訳ございません。今無事ね動いているんですけれども、まあ要はですね、さっきのサンバあれは止まっちゃいます。エアコンがですね、すみません、あの本当撮るつもりだったんですけどね、撮影中にモミトップが止まっちゃって、ね、排出しないと、あそこにモミがねたくさん控えていますので、あーちょっとねすみません、このような状況になってしまいましたが、まあね、エアコンは止まるわ、機械もね止まるわ、ちょっとねこの稲刈り後半戦、機械も疲れてきたのか、なんだかよくわからないトラブルが増えております。前半はなかったんですけどね、今になってかなり出てきましたね。モミトップのベルト何回新品いっぱい持ってるので交換もしてるんですけれども、それでも止まっちゃいますね。まあ、ということで、まあ、稲刈りに集中しろということかな、撮影ではなく。はい、ということで、もうちょっと頑張ってまいります。本日の動画はですね、これを励みに頑張ろうと思いますので、皆さんもしっかりね、ご安全に、そして機械のね、不調あるかと思いますが、慌てずに一緒に頑張ってまいりましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよ、いろいろトラブルドンマイと思ってくださる方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。